ハロー YouTube! どうも、こんにちは、ヨッピでーす。今日はですね、私今、2週間ぐらい前から、めまい症でですね、ちょっとまあ、仕事にもちょっと支障をきたしてるんですけど、まあ、一応、会社には行ってるんですけど、本来業務がちょっと今行えない感じで、まあ、まあ、補助的なね、仕事をちょっとしてる感じなんですけども、まあ、お医者さんの方はね、こう、めまいというと、こう、いろんな原因がね、考えられるってことで、まあ、可能性はすごく少ないんだけれども、まあ脳の病気かもしれないからって言われて、まあそこまでいくとちょっと怖いなっていうのもあったんですけど、まあとりあえずまあ保険診療になるしということで、今日はね日暮里にね、MRI の検査に行ってきました。頭部の撮影だけですね。でこの撮影結果をいただいてきたんで、これを持ってまた、後日、LINE してっていう感じで、また診断が下されると思うんですけども。まあ、日暮里までね、行って、で、その、検査自体はね、30分もしないうちに終わるんですけど、検査結果をね、持って帰るのに、1時間半くらい待ちますってことで、もう、お昼ご飯食べて、まあ、せっかく日暮里来たんだからね、エドウィンのギャラクシーっていうところで本店があるんで、そこ行ってきました。で、そしたらね、まあ、何の情報もなく行ったんですけれども、なんか店内 50% オフとかね、最大で 50% オフということでやってたんで、ああ、今セールやってんだ、みたいな感じで行ってみて。まあ僕が買ったものはね、セールじゃなかったんですけれども、1個はね。まあ、やっぱ見てたら欲しくなっちゃって、結局買っちゃいました。じゃあ何を買ったかね、ちょっとじゃあ開けてみましょう。はい。ですね、私が買ったのは、今回はですね、まあ、ド定番ですね、ド定番の、ですね、MA1 でございます。MA1 のネイビー。はい、ネイビーです。うん、ネイビーで、中はね、オレンジということで。まあね、価格はね、いくらだったかな？ですね。これは割引になってませんでした。17,800円、プラス税ということで。まあ、19,000円ぐらいすんのかな？うん。でね、これはですね、まあ、店員さんとちょっとお話しさせていただいて、一応ね、ジャパンスペックっていう形で、若干肩幅が狭くなってる。で、丈が若干ちょっとだけ長くなってる。私が着ているショットのワンスターのライダースのトールってやつなんですけど、それと、まあ、考え方は似てるんですよね。ショットのライダースのトールの方は、肩幅が1インチ、狭まって、丈が1インチ長くなったということで、ちょっと日本人の体型に合わせた感じなんですよね。で、まあ、今 MA1 って言っても、いろんな種類だとか、いろんな形、まあ、ちょっと細かなディテールなんかも違うのが置いてあって、で、最初目についたのはね、こういうリブじゃない、襟があるやつですね。レザージャケットで A2 みたいな感じの、襟がついたものがあったんですけども、まあ、ポケットのね、デザインも若干違かったですね。確かね。マジックテープみたいになってたかな。うん。で、それが最初ちょっと気になって、あとここにもワッペンがありましたね。アルファのね。で、それが気になって着てみたんですけど、S サイズを着てもちょうどよかったんですが、そちらの方は、このジャパンスペックではなくて、アメリカで企画されて生産されたもの、まあ、生産は違うか。アメリカで企画されたものですね。ですので、ちょっとね、着てみると、やっぱり肩周りがもこっとして、ちょっとその分、丈はね、結構ジャストフィットしてるんですけど、背中がね、もこってこう、盛り上がったような状態になっちゃうんで、んー、まあ、悪くはないけど、と思って、一応ジャパンスペックのね、ノーマルなね、この感じのものを試したら、まあ、やっぱこっちの方がジャストでしたね。よかったですね。うん。で、S と M、を試して、まあ、M がまあ、しっくりきたんで、M にしました。で、そうですね、もう、第一印象ですね、試着した時ね、めっちゃ軽い。うん、って思いました。うん。思わず言っちゃったからね、うん、軽いですね、つってね。まあ、レザージャケットとかもまあ、もちろんそうなんですけど、アルファのね、N3B とか、まあ、MA1 ではないんですけど、こういうのフードがついたようなやつ。そういうの持ってるんですけども、
そちらの方はね、そんな軽いって感じはしないんですよね、やっぱね。これで、まあ、しかもね、これあったかい、あったかいよね、これ。うん。で、MA1 って言うとですね、なんかこう、よく雑誌とかに取り上げられてるのは、ワークマン。ワークマンプラスかな？そこでなんか、3000円くらいで、なんか中にアルミのね、防風用のね、フィルムがね、中に仕込まれてるやつがあって、それもあったかいよって言うんですけど、まあ、ワークマンでもいいと思うんですけども、誰も見てないから。でもね、やっぱね、こう、ちゃんとしたブランドの方が、やっぱりね、いいのかなーなんて思って、アルファのやつ買っちゃいました。で、今日はね、本当にこれ買うつもりなかったんですよ、全然。本当に。全然買うつもりなくて、お店によって、まあ、安くなってたらこれを買ってたと思うんですよ。これがオフになってたら。どうせ低価だしなぁと思ってたんですけど、まあ見てたら欲しくなっちゃいましたね。はい。と、あともう一つ買ったのは、こっちはね、安くなってました。ちょっと嬉しいですね。これはエドインブランドになりますけどもね。まあね、サイズがやっぱ S がいいんですよね。こういったやつはね。これは、まあ、こういった感じのね、ちょっと、色。これ、モスグリーン？モスグリーンってのかな？なんなんだろう。これね、液晶の画面で今、こう、確認しながら撮影してますけど、ちょっと、実際の肉眼で見ると色全然違うんですよ。うん。で、これはね、シャツなんですけど、ワークシャツですね、ワークシャツ。これはね、5900円のものがね、2900円。これはね、いい買い物でしたね。これもね、簡単に今着ているね、シャツの上から羽織ってみたんですけど、まあ、ジャストフィットでね、良かったです。うん。こういう色のね、シャツ欲しかったんで、まあ、これは、これで、いい。他にもね、安くて欲しいなと思ったのもあったんですけど、まあ、これだけでも結構ね、金使っちゃったんで、はい、今日はこれだけで、我慢しました。あとね、なんか2万円以上買うとね、これ、今差し上げてますみたいなね、ノベルティみたいなですね、アルファのね。なんなんだ？ぬいぐるみだと思うんですけど、なんなんでしょうかね。これ何？キャラクターなの？わからんのだけどさ。ブルドッグか。お、でもなんか、迷彩服みたいなのを着てる。ブルドッグですね。あ、なんかチャックとかがそれっぽい。ほら。ね。肩についてる。これ。これと同じやつがついてますね。面白いね。ブルドッグのぬいぐるみって書いてあるわ。うん。60周年。60周年記念。あ、だから60って書いてあるね。アニバーサリーでございます。あともう一つね、なんかね、これデニムの、なんか布じゃないんすよ、これ。カレンダーって言ってましたね、カレンダー。デニムでできたカレンダー。あー、なんか日本っぽくていいなー。デニムなんだけど、富士山と何、鳥居？あー、東京タワーにスカイツリー。これ都庁か。これは何？ビッグサイトかなんかなんかな？あー、なんかそういう、あれなんですね。で、ちゃんとね、こう。本当にカレンダーとして使えるものです。が、ちょっと一つ注意があって、一応デニムですので、白い壁とかにね、貼った場合は、色移りするかもしれませんので、ちょっとご注意くださいというね、店員さんからのね、ちょっと気をつけてねっていうふうに言われましたんで、まあでもこれ珍しいね。うん。いいね、これね。うん。というわけで、今日はちょっと何気なくフラッと立ち寄ったエドウィンのギャラクシーですね。まあいろいろちょっとお買い物して、ノベリティグッズもいただいたというね、そういった動画でございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録いただけたら大変嬉しいです。またね、いろいろね、動画をね、上げていければと思ってますので、皆さんよろしくお願いいたします。ヨッピでした。ありがとうございます。